微粒子といいますと全ての原点なんですね。粒子がなければ形という世界は存在できませんと。でそれを知らないでは何も始まりませんよと。で全ての微粒子が結合し合って、ものというのは存在しているわけです。このチョーク一本だって粒子がなければ形チョークという形は存在できませんよと。原点なんです、微粒子というのは。まあ、超微粒子というのはだから細かくなればなるほどこの粒子的には細かいわけですから、それを活性化と言ってるんですね。界面活性という意味が皆さん理解できてない。界面というのは何かと言いますと、界面活性というのはですね、この一粒子というものの周辺の面積を界面と言ってるわけです。でこれを2つにちょん切りますと、このちょん切った分だけ面積が表面積が多くなるという意味なんですね。これを4等分しますと、その分だけ面積が多くなるわけです。だから活性化というのは粒子化しない限りは活性化はできないという意味なんですよ。だから活性化すればするほど、粒子を細かくすればするほど活性化されるという意味なんです。これが界面活性なんですね。だから皆さん方のお洗濯するときに必ず界面活性を使いますと。なぜ泡を出したら汚れが落ちやすいか、それは界面が多くなるからですね。例えば10リットルの水に洗剤を入れてブクブクかけ混ぜると活性化される。だから洗剤の中には必ず界面活性剤というのが入っているわけです。界面活性剤と。で、洗濯をするときに必ず化学的な界面活性を入れる必要はないんですね。じゃあどうすればいいかというと、高分子の水を使えばいいんです。クラスターの小さい水であれば界面活性したのと一緒ですから。だからクラスターの小さい水というのは分子のこれが小さいと。そうすると分子の周囲にはですね、クラスターが小さければ小さいほど葉存酸素が多いんです。なぜ葉存酸素が多いかといいますと、この粒子の周囲には一個のここに粒子があったとすると、この周囲には必ず酸素が触れるわけです。酸素が進んでいます。だから界面されればされるほど葉存酸素は多くなるということです。多くなる、すなわちこれは活性化されたものですよと。なぜかというと水素と酸素の結合ですから、 H2O ですから。でそういうことで我々は見えない世界、これがなかったとすると見える世界というのはない。で見えるものというのは見えないもの同士の結合が物質と言われている見えるものなんです。だから粒子の世界というのは全ての本質なんです、原点なんです。で形というものは破壊できましても粒子は破壊できないんです。永遠ですよという意味です。永遠ですよと。だからクラスターの小さい水を飲めば飲むほど活性化されるわけです。で粗雑であればあるほどこれはエネルギー的に低いですよということなんですね。だから例えば農薬を使った野菜というのの細胞を覗いてみますと、こんなに粗雑なんですね。顕微鏡を覗きますと穴だらけなんですよ。しかし農薬を使ってない、これはもうちょっとしたキュウリをちょん切ってみれば一番わかりやすいですよ。包丁で切って顕微鏡を覗いたらこんなになっています。しかし活性化されたキュウリだったら隙間がないんですよ。細胞が小さいんですね。細胞が小さいわけですから、それは非常にエネルギー的に高いですよと。見た目では分かりません、肉眼では。しかし顕微鏡で覗きますと、農薬を使ったキュウリと使ってないキュウリは極端に分かります。細胞が粗雑な人間と非常に細胞が精妙な、これ精妙体と言いますけれども、で細胞の数というものは人と明々違うんです。粗雑な細胞を持っている人と非常にぎっしりした健康な細胞を持っている人がいるんですね。